南赤坂遺跡1南赤坂遺跡は、新潟県新潟市西館区竹野町あざ、南馬坂にある、縄文時代から古墳時代にかけての集落遺跡。新潟市の遺跡番号は、ナンバー616。北方の俗縄文文化との直接的な交流を持つ、古墳時代集落として、最南端に位置する。1キロメートル東に勝負塚古墳がある。 津田3登録の第一条に立地する。1993年に、当時の西貫原軍官庁教育委員会により、柿畑に造成される、遺跡東側1154平方メートルの範囲で、発掘調査が行われ、縄文時代前期中期と古墳時代前期の集落が発掘された。古墳時代前期の縦穴住居2件が検出されたが、出土した土器の特徴から、 この2件は、同時期に建築されたものではなく微妙な時期差があった。尾根の先端では、両線を段切りして、上下2段に平坦面を造成した、テラス遺構が検出された。2段のテラスにはそれぞれ、建物が一棟ずつ建てられていた。また下段テラスでは火を焚いた跡が2箇所見つかった。このような遺構は他に類例がなく、テラスの利用用途は不明である。約6点。 俗上門力と弾きの特徴を合わせ持つ、異物群。約30点。大多数はテラス及び縦穴住居で出土。約40点。石材は、流門岩。惰性石器を使っていた、俗上門の北方文化の系統を引く石器である。1点。縄門時代前期末から、中期初頭の異物で、蛇門岩の産地である、糸井川地域との交流を示す異物である。 ありがとうございます。